皆様こんにちは。はじめに千葉で食べようプレミアム食事券キャンペーンについてお話をいたします。現在は県内の消費喚起を図るとともに、これまで長期間にわたりまして感染防止対策にご協力をいただいている飲食店を支援するため、プレミアム付き食事券を来月の1日から販売をいたします。価格は1セット1万円で、認証店と確認店の両方で利用できる1万2000円分の食事券と、認証店のみで利用できる1万2500円分の2種類を販売をいたします。食事券の利用期間は来月1日から来年2月28日までとなります。ご購入はスマートフォンアプリ LINE によって行っていただき、電子クーポンで食事券が発行されます。2種類の食事券がありますので、利用できる店舗をよくご確認の上、お買い間違いのないようご注意をください。食事券が利用できる加盟店では画面に表示をされているステッカーを提示をしております。またキャンペーン特設サイトには加盟店の一覧を掲載いたしますので、こちらも併せてご覧ください。なお現在も引き続き加盟店の募集を行っておりますので、飲食店の皆様方にはご検討いただきたいと思います。県民の皆様にはぜひこのキャンペーンをご活用いただき、感染防止対策が取られた認証店確認店で安心してお食事を楽しんでいただきたいと思います。次に黒アヒージョ料理コンテストについてお話をいたします。農林水産業が盛んな私ども千葉県にはおいしい食材がたくさんあります。そこで県では若い世代に料理を通じて千葉県の魅力を発信できないかと考え、町内若手職員で検討を重ねてまいりました。その結果、県内の多彩な農林水産物を活用できるアヒージョに隠し味として千葉県ならではの醤油を加え、黒アヒージョとして広く提案をしていることといたしました。まず今年度は県内の飲食店を対象にインスタグラムを活用した料理コンテストを開催いたします。受賞作品は特設サイトにて優秀作品として紹介するとともに、インフルエンサーらによる取材を行い、 SNS 等で情報発信を行ってまいります。他にも黒アヒージョを継続的に提供していただける店舗については、特設サイトや SNS で重点的に PR をしてまいります。コンテストの参加については来月1日から募集を開始いたしますので、ふるってご応募ください。また来年の1月からは若い世代に人気のあるアニメ山のすすめネクストサミットとのコラボ企画を実施いたします。黒アヒージョ提供店でのポスター掲示やノベルティープレゼントキャンペーンの実施のほか、コラボ CM の放映などを通じて黒アヒージョを盛り上げていきたいと考えております。県内の飲食店やキャンプなどさまざまなシーンで黒アヒージョを気軽に楽しんでいただきたいと思います。私からは以上です。それでは質問を受けします。はじめに幹事社 G 通信さん、お願いします。自通信の及川です、はい、お願いします。最初に黒アヒージョの料理コンテストのことでお願いします。はい、アヒージョにした理由と、この県産農林水産物のイメージアップに向けて、こういう料理のコンテストとかを開催することの狙いをお願いします。改めてお願いします。はい、これアヒージョを選定した主なポイントですけれども、一つが県内で生産される多彩な農林水産物をですね、この料理で活用できるということ、それからですね、アヒージョを若い世代の方々に写真映えする料理としてですね、提案できるということ、そして調理が簡単であるということと、我々千葉県グランピングとかキャンプ盛んでありますので、こうしたキャンプ等のアウトドアのレジャーキャンプ飯としてもですね、適した料理であること、こういうことを理由としてですね、町内の若手職員が一生懸命考えてくれてですね、提案されたものであります。今後ですけれども、こうしたこうしたコンテストで県内のさまざまな方々に、改めて千葉ならではのこの黒アヒージョをですね、使って料理を楽しんでいただきたいというふうに思いますし、またお店ですとかこうしたインスタグラムなどを通してですね、県外の方々にも、千葉県のこうした食の魅力についてですね、PR できればなというふうに思っています。ありがとうございます。合わせてこの若手職員のアイデアということなので、はい、どう評価されているかということであったり、はい、従来の発想にとらわれない提案など、はい、今後の若手職員の活躍に期待することを伺いたいと思います。お願いします。我々今までまず県産農林水産物のアピールって、今までこう食材
としてこう県内どれがまあ第1位だとか、こういう、まあ、これが旬ですよという形で PR するケースがまあ比較的多かったんですけれども、まあ、こういう若い世代の方々にも響くような形で、まあ、料理という形 で、PR をするというのはですね、まあ、比較的新しい取り組みだというふうに思っています。まあ、若い世代の方々が職員がですね、しかも比較的部署横断的に改めていろいろな県庁の若手職員の目でですね、議論をしてマーケティングを含めて考えてくれたというのはですね、県庁組織そのものが活性化する、まあ、一つの要因になるというふうに思っています。まあ、今後もですね、まあ、もちろん若手職員には限らないんですけれども、まあ、県庁の中のさまざまな、なんていうんですかね、職員のやる気を引き出すようなですね、そうしたプロジェクトを展開をしていくことでですね、県庁が、まあ、誰かこう上の人間がね決めたことをただやらされるということではなく、まあ、我々自身のプロジェクトなんだと思えるものをですね、たくさん展開していけるようにしたいというふうに考えています。ありがとうございます。次にプレミアム食事券のことで伺います。はい、物価高騰などの影響もあるので、改めてこの、狙いと期待をお願いします。そうですね、おっしゃっていただいた通り、やはり食料品価格の物価高騰というのがですね、本当に今続々とこう行われている状態で、まあ、県民生活にも影響が出てきているというふうに感じています。まあ、そうした中で県民の皆様方の消費を喚起をしたり、まあ、県民生活を底支えをする、まあ、そうしたことを目的とした事業でありますけれども、まあ、併せてこれまでご協力をいただき、今厳しい環境に置かれている飲食店の皆様方のですね、支援にもつながることを我々としては期待をしています。ありがとうございます。と認証店と確認店のこの加盟、今約5200店舗ってあるんですけど、その内訳がもし分かれば教えていただきたいことと、あと口頭では感染防止対策にご協力いただいているということもおっしゃっているんですが、リリース見ると、物価高騰の影響も踏まえて消費環境を図る目的で発行するともあるんですけれども、確認店と認証店、20% で同じ食事券もあるんですが、ちょっとそこに確認店と認証店で若干プレミアム率を差をつけているところもあるので、その、認証店のプレミアム率を高くつけていることへの理由もお願いします。経営審査でございます。加盟店の数なんですが、今月の10日から加盟申請を受け付けておりまして、毎日数百件ちょっと申請をいただいております。現在集計中でございまして、申し訳ません、現在の内訳というか現在のところはまとまっておりませんが、当然開始前には皆さんの方にお伝えをしたいというふうに考えております。プレミア率のもご質問でございますが、認証店は確認というよりも高い水準の感染防止策を講じていただいております。感染防止への認識意識の高い県民の方のニーズにも応えていただいているということから、県としても一定のインセンティブをお示しをすることで、認証店の利用を皆さんにお願いをしていきたいというふうに考えております。以上でございます。これまでの何て言うんですかね、飲食店の皆様方の感染対策への協力という意味でも、先ほど申し上げた通りですね、こうした形で実施をさせていただくんですけれども、これから先の話としてはですね、そもそもそのまん延防止等重点措置や緊急事態宣言の中で飲食店の皆さん方に協力金を支払うにあたって、やはり感染対策によって分けていくべきだという考え方の中で、国としても協力金の制度ができてきたと。で、今回第8波の中で、国の現時点の対応方針としてはですね、こうした飲食店に協力金を支払う等の考え方が現在は示されていないわけであります。またもう一つ、飲食店を含めた事業者のガイドラインそのものも現在見直しが行われているということになりますので、これが第8波はどういうふうに乗り越えていくかにもよるんですけれども、現在の国の方針の下でですね、第8波が乗り切られた場合はですね、おそらくその飲食店の第三者認証そのものの考え方がおそらく整理をされてくることになるというふうに思います。現時点においては我々これまでの総括と、それから何より現在の物価高騰の観点からこうした形で実施をさせていただくということです。ありがとうございます。発表事項以外でコロナのことで伺います。現在のコロナの感染状況を どう見てらっしゃるか、毎回で申し訳ないんですけど、はい、ということと、
と、国が新設した4段階の感染状況の指標について、まあ、県内の状況はどのレベルに値するかということで、はいはい、レベルを引き上げる際のまあ判断基準、まあ、レベル2に当たる値するのかもしれないんですけど、現時点で、あの判断基準であったりですね、あと先週 の, あの知事の発言を踏まえて、まあ、宣言を出される場合に、外出自粛はあの求めない方針なのか、その、 あの考えを改めて伺いたいと思います。お願いします。現在の感染状況はですね、こう、これまでと同じように、まあ、2倍から3倍、1.2 倍、1.3 倍の割合で、まあ、増加が続いているという状況になります。で、変異株等のその移り、あの遷移がですね、置き換わりが、まあ、あの以前の、感染拡大時を比べるとですね、急激ではないというところが一つ特徴にあるのかなというふうに思っています。まあ、我々も、まあ、北海道を含めてですね、あの先行して感染が拡大している地域の状況もですね、まあ、しっかり見極めながらですね、まあ、様々なシミュレーションに基づいてあの万全の体制で臨んでいきたいというふうに思っています。まあ、あのこれからさらに乾燥も寒くもなってきますし、またあの年末年始の人がよく集まって感染拡大しやすいシチュエーションもこれからですので、まだまだ予断を許さないだろうというふうに思います。で、あの新しいその国のレベルの考え方ですけれども、このあたりはですね、我々も今国からですね、あのの示された新たなレベル分類への対応について検討しているところになります。で、外出自粛の考え方ですけれども、もちろんあの我々とすればですね、予断を許さず、その時必要な状況の中でですね、対応していきたいというふうに思いますが、前回の会見でも申し上げた通り、社会経済活動を維持しながら、高齢者等を守ることに重点を置いた感染対策を講じる、この考え方の中でですね、あのできる限り、そのなんていうんですかね、あの全体に対して、強い行動自粛を求めるようなことあの局面を作らない状態でですね、県民の皆さん方の命を守る取り組みを行っていきたいと、そういうふうに考えています。同じく幹事社、読売新聞さん、お願いします。読売新聞の岡田です。あの話題変わりますけれども、あの昨晩あのサッカーワールドカップでですね、日本がドイツに逆転勝ちをしました。はい、また自身もあのとても感動したんですけれども、もしあればあのまずはあの率直なあの受け止めというか、あのなんかお気持ちあれば聞かせてください。私もリアルタイムで見てましたけれども、本当に前半はもう3対0で負けててもしょうがないぐらいの押し込まれていましたけれども、本当に後半さまざまな選手交代等でですね、あのこういう素晴らしい結果を勝ち取られたことにですね、改めて、森保監督や選手の皆さん方にですね、心から感動を与えていただいて感謝をしたいなというふうに思っています。あの我々千葉県ゆかりの酒井宏樹選手や、さまざまな選手も活躍をしていただきましたので、そういった意味でもですね、あの県民にとってもですね、嬉しい勝利だったのではないかなと、そういうふうに思っています。あのまだ1勝ですから、なんとかあの決勝にトーナメントの方に、進出できるように引き続き頑張っていただきたいなと、そういうふうに思っています。あのこうしたスポーツをめぐっては、あの東京オリンピック、パラリンピックもありましたし、そのこうしたスポーツの感動によって関心も高まると思います。あの幅広い世代が例えば体を動かしたりと、そうしたこの地域づくりみたいなものを、こうしたところにですね、県としてどう取り組むかですね。そうですね、大事なことはやっぱりこう裾野をどういうふうに広げていくか、また環境をどういうふうに整備をしていくかだというふうに思うんですね。例えばその今回サッカーは非常に盛り上がったわけですけれども、当然ながらその日本代表を支えるところに J リーグがありますし、さらにあの選手だけではなくて、そのスポーツを支える多様な人材がいて、初めてスポーツというのは充実をしますので、我々千葉にはそういう意味で、JFA のナショナルフットボールセンターも設置をされていますけれども、あの決してその選手の、合宿だけではなくて、さまざまな世代であったり審判であったり、さまざまな関わるスタッフの育成機能を持っていますので、やはり我々としてはやっぱりどういうふうに基盤を整備していくか、我々トップスポーツと今連携をしてきているのは、ジェフであったりジェッツであったりマリーンズ、さまざまレイスとかも連携してますけれども、やはりできる限りそうしたスポーツを通して裾野を広げて、若いジュニアの世代から関わる、もしくはそういうスポーツに関わるスタッフ、人材を広げていくことが、最終的には千葉県のスポーツの流線につながっていくと思いますし、県民の健康にもつながっていくと思いますので、
まあ、引き続き、まあ、そうした部分で県としての取り組みをしっかり果たしていきたいなと思います。もう一点、また変わってカーボンニュートラルの関係で伺います、うん、まあ、近く慶応臨海コンビナートですかの協議会に出席するということですけれども、まあ、政府も今回補正予算に、まあ、こうしたカーボン関係の支援策を盛り込むようです、まあ、改めてですね、まあ、知事の思いと、まあ、これまでの進捗、まあ、また官民連携みたいな視点が不可欠になってくると思うんですが、ここについても考えをお聞かせください。現在 の、 そのカーボンニュートラルの動きはこう CO2 を多く排出をしている産業や企業にとっては極めて大きな影響があるというふうに考えています。で特に我々こう慶応臨海コンビナート地帯を抱えていて、千葉県 の、 その産業部門の CO2 排出量は全国1位となっていますので、まあ、最も、まあ、日本の産業を支えているし、最もこれから変革をしていかなければならない、期待されている産業を持つ県であるというところだと思います。まあ、そのためには、当然、先ほど話していただいた国からのですね、積極的な設備投資、技術革新に対する支援というのは必要不可欠だというふうに思いますし、あとは、まあ、今、慶応臨海コンビナートの各企業も、本当に新しい画期的技術の開発に向けて投資をしてくれているわけですけれども、我々はせっかくコンビナートという形で、まあ、複数の企業が同じような場所に立地をするような環境にありますので、我々行政とすると、そういうコンビナートの横同士のつながりを我々としてはこうしっかりサポート、コーディネートさせていただいたりですね、もしくは我々行政が民間の皆さん方と連携することでですね、このカーボンニュートラルの動きを少しでも後押しできる、まあ、こうした取り組みをしていくためにですね、今回協議会を設置をするという考えです。まあ、我々慶応コンビナート臨海の企業がリードして日本のカーボンニュートラルが実現されて、この立地企業の競争力が高まっていく、それから千葉県経済の発展につながっていく、これがまあ我々の目指す。続いて各社様へ伺います。ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。千葉日報さん。千葉日報の福田と申します。オミクロン株の派生型のケルベロスについてちょっと、はい、ご認識をお伺いしたいんですけれども、一部の専門家では12月に現状の株から置き換わってケルベロスが猛威を振るうという指摘もあります。県内ではですね、10月下旬に感染が初確認されているかと思いますが、県内の現在 の、 そのケルベロスの感染状況と今後の見込み、また現在流通しているワクチンの有効性などどういうふうに考えていらっしゃるか。疾病対策課でございます。ご指摘のですね、変異株でございますけれども、ここに来まして、県内の状況、全国的にも類似の傾向というふうに伺ってございますけれども、若干その増加がですね、頭打ちと申しますか、減ってきている状況でございます。で、国がその、おとといですか、アドバイザリーボードの資料の中で、変異株の機械 の、 速度をですね、従来の速よりも少し緩やかなものにしたと、そういったようなところは見受けられるところでございます。あとワクチンの有効性でございますけれども、今の変異株、もともとオミクロン の、 株から派生したものでございますので、若干その一部にはですね、免疫をそのスルーしているような、そういった傾向があるとも言われてはございますけれども、ワクチンの有効性という点ではですね、有効とこのように捉えてございます。ありがとうございます。他ご質問いかがでしょうか。毎日新聞さん。じゃあ毎日新聞の石川です。クロアヒージョのことでちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、もしこれ試食とか知事されたことがあるようでしたら、醤油を入れることによってアヒージョがこうどう変わるのか教えていただきたい。はい、実はですね、これ話をもらったときに、私も自宅でですね、ちょっと1回だけ妻に作ってもらったことがあるんですけれども、味が引き締まった、はっきりしたような感じ で、 です、ね、美味しかったんですけど、これはあくまで我が家のちょっと試しにやってみた形ですので、これから料理コンテストでさまざまなレシピが出てですね、全く多分違う味付けというかですね、活用の仕方も出てくると思いますので、なるほどというようなですね、ものがたくさん出てくるので、期待をしたいと思います。
多分チームの中には食べた人がいると思うので、そっちの感想もぜひ。実は販売課でございます、先ほど知事の方からもありましたように、醤油を入れることによって、加えることによって、味の方があって、大変美味しかったというような感想を聞いております。以上でございます。もし差し支えなければ教えていただきたいんですけれども、そのアヒージョっていうと、よくワインとか、あとパンとかと一緒に楽しむことが多いと思うんですけれども、その醤油を入れることによってですね、例えばお酒ですとか、どういう場面で楽しめるかなというのをちょっと県としてアピールするのがもしあれば、ちょっと教えていただきたいんですけど。でもやっぱりこう醤油を入れるとね、香ばしくなりますので、まあ、香りも楽しめるようにもなるんじゃないかなとかですね、私なんか思っちゃうんですけれども、何か考えてることがあるとさまざまなシーンで、クロアヒージョを楽しんでいただければと思っておりますので、ぜひ皆様のご協力をいただきながら、クロアヒージョを広めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。多分その醤油だけではなく、まあ、千葉県ならではの食材を使ったですね、おそらくその特徴的なメニューもですね、いろんな方々が提案をしていただけるんじゃないかなというのも期待しております。お酒に合うメニューが欲しいですね。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。